ドミノ、デュース・デュースドミノは、アメリカのプロレス団体 WWE に登場するユニットである。ドミノとその妹チェリーの彼氏デュースで構成される。時代錯誤な1950年代キャラクターギミックのタッグチーム。スマックダウンデビューは2007年1月19日。いかにも1950年代な入場テーマが流れる中、派手なオープンカーに乗って登場。 デュースとドミノの、いかにも1950年代な格好、マネージャーのチェリーはいかにも1950年代な、化粧、格好に加えて、ローラースケートを破き風船ガムを膨らませているため、会場は、失笑、実況解説のマイケル・コールと JBL は、爆笑していた。そんなユニークなギミックとは裏腹に実力は高く。 WWE タック王者であったポール・ロンドンブライアン・ケンドリック相手に連勝を繰り返す。レッスルマニア前には出番を減らすが、4月17日のイタリア・ミラノで行われたスマックダウンで王座をダッシュした。8月31日、MVP& マット・ハーディに敗北し王座を失った。その後、チェリー離脱、仲間割れを起こしユニット解散。2008年8月、 ドミノとチェリーは WWE を解雇された。残ったデュースはシングルプレイヤーとして活動、リングネームをシムスヌーカに改め、レガシーに加入するがすぐに離脱し、2009年6月に WWE を解雇された。DSW オベ WWE、ありがとうございます。